こんにちは、リーチエンジェルの桃原ひかりです。さあ今回も始まりました R1 リーチエンジェルツアー2015第4回目となっております。前回に引き続き今回も私桃原ひかりが担当させていただくんですが、まあ前回もねちょっと残念な結果にはなりましたけれども、今回こそはちょっとね頑張っていきたいと思います。出すのももちろんそうですけど、レアな演出をもねいっぱいお届けできるように、あとねまあそれだけではないんですよ。もちろんね番組内にいろんな企画があるんで、それの中でもやっぱりねいっぱい引きを見せれるようにちょっとね頑張っていかないといけないんで、ナンバーワンになれるようにちょっとね頑張りたいと思います。さあそしてですね、今回お邪魔させていただきますホール様はベニス外観店様です。イエーイ。まああいにくのお天気ですけど、皆様には快適なゴールドベニスで楽しんでいただけるんで、ただ私もねお客様と一緒に今日はゴールドな感じで何ですかね、ゴールドな感じでもうキラキラ輝くもうね演出に、そしてメダルをゲットしていきたいと思います。それでは行ってきます。本日の収録ホールは東大阪市にあるベニス外観店、ベニスグループの最重要旗艦店となっており、パチンココーナー656台、スロットコーナー352台、総台数1008台と東大阪最大級の店舗となっております。お車でのご来店が便利です。外環状線沿いの新町交差点すぐの場所にあり、駐車場も仙台完備と圧倒的存在感でお出迎えいたします。最上級のおもてなしゴールドベニスへぜひご来店ください。さてちょっと近づいてきました、何番引けるでしょうか。さあ行きます。おはようございます。こっち、あ、思ったより早い。います。24番でした。意外と早い。この並びでかなり前の方じゃないですかね。さあ入場です。おはようございます。さあ入場なんですけど。おはようございます。埋まりましたね。じゃあ私はちょっと違う並びに行きますか。まあ実質も悪くなかったのかな、前年率も結構出てるんですけど、まあ悪くなさそうなんで、ちょっと波動内820万台のゴールドインターでまず実践をさせていただこうかなと思うんですけどね、ラッキーエンジェルになれるように神を食べに食べたいと思います。頑張ります。元いたね、さっきも言ってたんですけど、まあ詳しい方ではないんですけど、とにかく紙チェリーマジ紙チェリーを引いて、まあチェリーもねどんどん昇格していってたからたりするんですけど、まあどうかな。携帯にアプリ実はでも入ってるんですよ。アプリ入ってるくせにあんまり詳しくないっていうで、まあアプリでも実機でも今まで弾けなかった演出を今日は R1 でガンガン出していきたいと思います。それでは実践スタート、頑張ります。ホットインターナスの中ですごくあのストーリーが面白いんですけど続かなくてあのアニメが進まないっていう続きがねすごく気になるんで、もっとね漫画かアニメかなんかね見よっかなって。いやでも遊戯台で全話見たいですね。しげちゃん、
私実機で弾くの初めてかもしれません。あー、人気解放1回も行かなかった。いいなー。まあまあとにかくここで盛り上がりにかけますけど、さあ何ゲーム？やばい、回転ボーイ、やっぱり。あー、50だけか。次は誰かな。あー、まあ悪くはない。感じですかね。
出ないんですよ。多分4桁レベルの。でもこれ前引いて何も起きなかったことあるんですよ。起きた。新型は旧型なりの仕事をしていただければいいとは思います。何それかな。はい。まだです。今度こそ本当に。なんか時間差まで行こう。どうなったんですか？どうなったんですか？これどういうことになってるんですか？今はい、あ、なるほど、これで復活させないといけないんですね。わかんない、よくわかんないけど還元して、絶対やめて、絶対にやってしまったと思われる。次回もギフ共に刀。やっぱり嘘でしょ。すいません、終わらせてしまって本当申し訳ないんで、ちょっとあとまた当たるように応援してるんで頑張ってください。ありがとうございます。というわけですごく優しいお兄さんで本当に良かったです。もうこんなに終わらせてしまったのに笑顔って、もう私だいぶ救われました。君がこの支部勝つよー、シンディー、これは天宮林道、お前の上官だ。とっとと背中を預けられるぐらいに育ってみよう。もう少し新しいね。よし、よろしく。ゲット、やりました。
果ですね。235ゲーム651枚。はい、ということで、多分今、まあ、5月戦まだ1000枚もないかなぐらいですかね。お兄さん、頑張ります。ヘイダーシー、さあ、頑張ります。ありがとうございます。さあ、ピンクの位置がどんどん近づいていきます。この一回が大事。当たるのね。
ですけど、やっほラオよ、天に帰るときは来たのだ。ということで来ました。見事大打成功です。イエーイ、やりました。まあ、引き続きちょっと私も頑張ります。大打成功。お気の気に来てから1回もハイビスカスが黒ビスカスです。えらいこっちゃというわけでハイビスカスに所属できるようにラストスパート頑張ります。ベニス外観店様からのお知らせです。乾さん、お願いします。はい、10月の5日月曜日より10月度の信頼最速始動します。スロットルパン三世も大量導入。10月10日土曜日には地域最速信頼ガロ地域最大級の台数でオープンします。皆様のご来店お待ちしております。実践終了、お疲れ様でした。ということで、はい、今回はベニス外観店様でルワンリーチェンジェルツアー2015の収録を行わさせていただきました。まあ、今回ですね、朝一からまあ結構いろいろなんか触りに触ってましたね。まずゴッドイッターから行って、そこから、バジリスクに行き、最後オキドキとちょっと点々しましたけれども、まず投資の方が、750枚ですね。さあ、そして、回収が168枚ですね。この時点でね、もう皆様お気づきだと思いますけれども、残念ながら今回もマイナス収支となってしまいまして、マイナス、今回582枚、マイナス927ポイントです。まあでもまた次回ね、リベンジですよね。まあ、まだマイナス927ポイント十分プラスにできると思うんで、次回こそは頑張りたいと思います。もう今回もね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。またね、次回、またね、いろんなエンジェルも出てくるかと思いますけれども、また私が、R1 の収録させていただく際には、次こそはバシッと勝ちたいと思うんで、皆様次回もぜひご覧になってください。ありがとうございました。